もう大津逮捕は時間の問題という状況になってきております。まあ、当然ね、刑事さんがどのような話をしたのかっていうことについてはあまり深く言うことはできません。これからどういう捜査が進んでいくかについてまではちょっと言えませんけども、もう大津彩香が逮捕されることは僕はもう今日の刑事さんのとの受け答えで確信しました。でですね、じゃあ量刑についてどうなっていくのかっていうところをもうかなり先走ってますけども、ちょっとお話ししていきたいと思います。で、昨年の5月10日にですね、大川、まあ、大津彩香投手ですね、大津彩香投手、秘書の大川博君、そして、幹事長の黒川敦彦、去年の5月の10日ですね、我々が闘争会を開いたあの日の午後ですね、お昼過ぎにこの3人が記者会見をしていました。で、この記者会見ではですね、黒川敦彦や、まあ、大津彩香、そして大川博がですね、立花は間もなく逮捕されるということを記者会見で言いました。僕はあれから逮捕されておりません。ちなみに、大津彩香に対してですね、昨年の5月10日私が逮捕されるというような名誉毀損する発言をしたことについては、来月8月の7日13時30分から東京地方裁判所419号法廷で、民事裁判の判決が出ます。ということでね、こいつら人が逮捕される、立花が逮捕されると言っときながら、お前ら全員逮捕やないかという話で、斉藤君もそういえばさ、大津に去年の11月にさ、会った時にみんな逮捕されるって言われたやろ、大津。いや、めっちゃ言われましたよ。言われたよね。今は、まあ、大津彩香のお父さんに訴えられて、僕と訴えられてるんで、今一緒に裁判戦ってるんで、まあ、今は、まあ、まあ仕方ないというか、まあ、彼は反省してるんで仲良くしてますけども、大津彩香、大川博君は、うん、逮捕されましたね、今年になって。1月かな。彼は名誉毀損で逮捕。名誉毀損で逮捕ですよ。で、罰金刑、いくらかな、10万か20万か30万か忘れました。で、その後も実はスピード違反で彼ね、逮捕はされてないんですけど、起訴されていて、懲役3ヶ月執行猶予2年という判決があったということで、うん、まず大川博君、逮捕、有罪と。次、黒川敦彦君ですね、4月の東京中国選挙妨害、自由妨害ですね。で、今逮捕ですね。これで彼今3回目の逮捕なのかな。まあ、もう一回間違いなく逮捕されると思ってるんですけどね、僕に対する名誉毀損と。で、黒川君はもうこれ3度逮捕されてるんで、ほぼ2ヶ月銃の身に慣れてないんですけど、彼は今無罪を争っているので、名誉毀損の方も無罪を争おうとしていると思われますので、彼の量刑は実は4年っていうのが選挙の自由妨害で、さらに名誉毀損というのが入ってくるので、これ併合罪といって、4年 ×1.5 の6年、黒川君はマックス6年の裁判をこれからやっていく、量刑マックス6年。ただ、まあ、黒川君の場合はもう前代未聞の、まあ、そもそも 4年の量刑が短いぐらいというような妨害行為がありましたから、まあ、複数の全部で15はあるということなので、まあ、その辺を見て僕は黒川君はやはり無罪を争うということなので、6年ということに対してはやっぱり実刑、懲役2年あるいは3年の実刑になるのかな。まあ、マックス下手したら4年5年の実刑もあり得ると。社会的に影響が大きいのもそうだし、彼はもともとこれは悪くないと言っているので、反省の余裕がない人に関してはまあ、5年ぐらいの懲役刑が下されるかもしれません。ちなみにガーシーは謝ったでしょ。そうですね、うん、ガーシーはもう謝罪して謝罪して、もう僕はしませんって被害者にも謝ったから、懲役3年執行猶予5年という、まあ、ギリギリのところで止まったんですよ。でもガーシーも人を傷つけたりとかね、やる人を殴ったりとか、うん、そういうことしてないんですよね。人を殺したり傷つけたりしてなくて3年執行猶予5年ということなん で、ガーシーは自ら改め罪を認めていて謝罪しましたけど、黒川君は謝罪しないということで、僕はやっぱ実刑になるかなと、なると思います。これは一旦出てきますよ。一旦逮捕から保釈が通って出てくるとは思います。一応政治犯なので、出てきて、なんだろう、別にその他の罪を犯すことは多分しないと思うので、出てくるとは思いますが、最高裁まで争って結果としては実刑になるかなと。まあ実刑食らうかどうかっていうレベルですね。さて、間もなく逮捕される大津彩香さん、間もなく逮捕されるとはっきり言ってますね。なぜかというと、まず構成要件が1個足りない、うん、
破産開始決定が確定したらってなったんですね。まだ確定はしてないんですよ、ね、最高裁の判断、うんうん、決定、うん、最高裁の決定というのは期日が設けられるわけじゃなくて突然やってきます、うん、突然郵便が送られたの普通郵便で、うん、はい、これ客って来るんです。 そのスピードです。そのスピード、そんな感じです。だからあのいついつ裁判所に、最高裁判所に来てくださいって言うとひっくり返る可能性がある、まあ、こっちとしてはそれを把握できるんですか。いやいや、もうだから基本的には郵便が来て終わりなんです、うん、もう高等裁判所の話で決まりなので、うん、いちいちいつ来てくれとかじゃなくて、うん、はい、終わりましたっていう、うん、大津の元に行くんですよ。うん、苦しい。もうすでに大津側は戦う意思をもうツイッターで、いわゆる X で発表しているので、破産法と正当女性法がうんぬんかんぬんと彼女は言ってますが、もう誰がそんなこと言ってるのと、あの少なくとも幹事の豊田弁護士とかの意見を聞いたらいいんだけど、前まではね、大津を街中で見かけて追いかけて撮影した時は豊田弁護士の事務所からファックスでやめてくださいって来てたんだけど、例の都知事選の時に大津に金返せっていうポスター貼った時には、豊田弁護士の方から何も来てないんですよ。今回もこのようにもうあなた逮捕されますよっていうことを言っていても何も来てない。つまり、まあ、大津なんかは完全に井戸の切れたタコのように、もうおそらく豊田弁護士の言うことも聞いてないだろうと思います。でですね、彼女の量刑、もう逮捕はてなとしてますが、まあほぼ 90% ぐらいの確率で逮捕されると思います。で、いつかというと最高裁の決定が下されてその後になりますが、決定があればおそらく1ヶ月もかからないでしょうね、はい、でこれぐらいかったら2ヶ月から3ヶ月ぐらいかもしれないし、とにかく最高裁ってわからないですよ。もう1ヶ月で出す時もあれば3年ぐらい寝かす時もあったりするので、ただこの事情が事情だけに、もちろん破産ということなんで、特に広告なので、どんなに長くても3ヶ月ぐらいかなと。で、逮捕されると思います。もうほぼほぼ間違いなく。で、彼女の場合量刑は破産詐欺罪という10年、うん、プラス最近ですね、岩井のじいさんが、まあ、変にやっちゃったんでね、うん、ビラも配ったんだけど、いわゆる署名、うんうんうん、あれが懲役1年以下なんですよ。まあ禁錮1年、禁錮1年以下、はい、でもう証拠ばっちり残ってるんで、何人ともっと書いてるので、大津彩香さんが選挙期間中に、反対の署名活動、うん、NHK から国民オールトポスタージャックに反対する署名運動といいます。公職選挙の138か6条の2項ですね。で、そうすると黒川君が、選挙の自由妨害罪と名誉毀損でかける 1.5 のようにですね、併合罪になってですね、この10年かける 1.5 倍になるという、マックス15年になります、うん、で金額が、昨日大津彩香に金を返せと関財人が言った額が7200飛び3枚です。で4100万円のおそらくお父さんのと、あと知り合いの会社に振り込んで、まあ、4150万円もうとにかく真っ黒です。でさらに、2000万円の大津彩香の代表している大津彩香後援会という政治団体が真っ黒です。この2つだけでも6150万円、それ以外に人不明とか現金を返せと言われて総額7200飛び3万円と。でそれ以外にもまだ疑いがあるというところで、マックス1億1800万円までドーンといってしまいますと。で7000万を超えてくると、過去のその逮捕とかを見てると、あのこれでね、破産詐欺罪でやってるともう問答無用で逮捕されてます。なるほど。もうさすがに金額がでかい。そうですね。で犯罪に代償があるのかって言ったらあるんです。これは政治資金規正法が、そうですね。だから3000万4000万円を不起訴の人は起訴されたり有罪になって、でも数百万円の人は、まあ、起訴猶予処分になって、まあ、不起訴になっているということからすると、大津がすでにやってしまっている7200飛び3万円からおそらく1億1800万円まで、まあ、この間に詐欺の金額が確定してくると。でもう5000万、4000万でも逮捕されてるので、7000万超えてくると、もう逮捕されて、かつ起訴される、うん、かつもう一個の方があるんで、で、1億超えてくると実刑じゃないかな。でが、まあ、これ、正直悪質なんですね。決して、なんだろうな、だからちょっと間違ったとか、そういうレベルじゃなく
って、もうすでに関西人は4月の段階でお金返してくれと言ってる。でも大津彩香はお金を返さないと言ってる。争う、これは犯罪じゃないんだ。政治活動の自由と、うん、破産法ですよね。いわゆるお金を貸した人、こう、ね、お金を返さなきゃいけない、支払わなきゃいけない人の権利と天秤にかけて、それは政治活動が優越するんだみたいな、まあ、むちゃくちゃなこと言ってるわけ。これむちゃくちゃなこと言ってるっていうのは、憲法で表現の自由があるからって言って、いくら表現の自由があるからといっても、名誉毀損をする、事実無根のことなんか言ったら捕まることと一緒で、政治活動の自由だって当然公共の福祉の中でやらないと認められない。だから、僕は彼女のこの7000万円を超えるもので、おそらく逮捕がまずされると。それ返せっていうのも、文章で返せと言ってるので、これを返さないという段階で、あるラインを超えると、もう、関西人としても告訴せざるを得ない、うん、まあ、これもね、あの本当は言っちゃいけないんだけど、あえて言うとですね、これやっぱり麹町が逮捕していいんですかね、麹町が逮捕していいのか、うん、やっぱりこれは、うん、東京地検特捜部案件じゃないかと、うん、で僕もそう思いますって言ったんです。だって国政政党の代表者が政党のお金を詐欺をしたっていうことは前代未聞でありですね、所轄で扱うような案件ではなく、まあ、少なくとも捜査二課、いわゆる本部であるとか、あるいは東京地検特捜部がそのままやるべきものじゃないでしょうかねと。破産させたことは、今の段階では何か罪になるっていうのは法律上はない、見当たらないんだけど、破産が決定されたというか申請された今年の1月18日、彼女がそれを知ってから1月の30日にお父さんの会社に1500万振り込んだとか、1000万円を、まあ、プロモーション代ということで振り込んだり、あとは小口現金といって現金でその前に引き下ろししてたわけですね。そのお金がどこに行ったか分からない、まあ、1650万円は現金で払う、まあ、普通では考えられないでしょ。今の商取引で1650万円現金ではいどうぞって渡して領収書もないっていうね、まあどんだけ、まあだから内容がとにかくエグいんです。まあ、彼女は証拠隠滅もしようとするだろうし、海外逃亡する可能性もあるでしょうから、金額も大きいので逮捕と。でじゃあ逮捕の X デーっていつですかって言ったら最高裁の、まあ、破産決定、破産申し立てに対して東京高等裁判所が出している判決を最高裁判所が支持する、棄却が却下になります。その時点でもう最高裁の場合は即日確定しますから、基本的には終わります。1週間以内には確定するので、最高裁判所の判決が出て1週間後ぐらいかなが確定日になると、確かなる、そのはずなので、その辺になってくるともう逮捕間近ということで、今の、まあ、7000万円ぐらいで、あと選挙の署名運動の禁止の1年以下の禁錮、あとはあれもありましたから、 NHK 党は、うん、裁判されたその救済してないっていう虚偽の通知ですよね。選挙中に嘘の情報を、まあ、ばらまいたことっていうのも罪としてはあります。あと、この金額には基本的に含まれているんですけど、詐欺や窃盗もありますね。3月14日付で彼女は自分の、まあ、政党のお金を動かしちゃいけません。犯罪人に代理権というか代表権というかね、お金を動かす権利が移ると分かっていながら、3月15日に291万円のお金を動かしているのが、これが、まあ、いわゆる横取りですね、窃盗になるというところで、まあ、窃盗罪も入っている。まあ、窃盗ちなみに10年なんで、まあ、そうそう、もう自分の権利がないので、窃盗になりますね。いわゆるもう3月14日の3時の時点で、このお金はもうあなたが使っちゃダメですよって言われてるのに、振り込みに使ったようですけど、まあ、3月15日翌日にこれはもう使えなくなると思って慌てて使ってると、うん、まあ、警備会社に支払ったりとか、あとは強制処置かな、司法書士かどうか払ったようですけど、ダメに決まってるじゃん、そんなことしたらでもそれがわからない人なんですよね。まあ、彼女が無罪を争えば実刑食らうんじゃないかなと思います。罪としては大きいですよ。これは本当に政党助成金っていう血税から出てる原資をですね、やっぱり1億円近く、もう1億円超えると基本詐欺は実刑、初犯でも実刑と言われてるんで、まあ微妙なところですけど、まあ、別の罪との併合で、
僕は大津彩香の逮捕はほぼ間違いなくて、量刑にしたらやっぱり 2,3 年は食らうんじゃないかな、実刑。要はやっぱりちょっと社会的に知恵高くて反省してないってことですね。でちなみに僕が2年6月執行猶予4年なので、僕が何をしたかっていうと、まず中央区議会議員で当選した二瓶君が NHK 党を裏切ったということで、お前は中央区歩けないようにしてやるって言った。それは中央区の人にこの人 NHK から国民を守る党で当選したのに、もう1ヶ月2ヶ月の間に NHK から国民を守る党っていうのをやめる、それを中央区の人に言ったら中央区くらい歩けないでしょという意味で言ってるんですけど、これがまず脅迫と、別に手出したり金を起こすとかしない、脅迫なんです。であとは NHK の集金人からもらった個人情報を、まあ、それをあげるって言ったからもらっただけの話で、それをカメラで撮影した、これが、不正競争防止法違反っていうものです。でこの NHK の個人情報をもとにこれをばらまくぞということを言いながら、 NHK の会長に向かって NHK の放送センター前で、会長直接話しようよ、ね、詐欺、特殊詐欺の被害出てるんだから、これ待ったなしなんだから、国会議員は辞めてすぐでしたけど、直接話しましょうって言ったことが威力業務妨害。この程度で2年3ヶ月執行猶予4年なら、人を殴ったりお金を不正に取ったりはしてないですよ。あくまでも政治家に対して、あの理不尽なことしたからお前がにせよって言ったこと、そして NHK の会長に向けて面談を求めたことで懲役2年、執行猶予4年と考えると、彼女は党の債権者を騙しというか隠れて、あの党の本来の散財団が持ってなきゃいけないお金をですね、約1億円ほど、まあ分かってるだけで7200万円を外部に、まあ、散財させたと、まあ、戻させたと、まあ、これがね、もちろんお金が返ってくれば罪も軽くなるでしょうけども、これ多分もう返さない気でしょうね、うん、だってもう3ヶ月4ヶ月前に指摘されてるのに返金してないということは、まあ、少なくとも供託するべきだと思うんですよ、破産財団に渡さなくてもね。でも彼女はこれが自分のお金だと、自分が使ったことが妥当だと言い張ってるので、おそらくもう犯罪になったとしたら、もうこの金を返さずにもう臭い飯食ったろうぐらいの感じだと思いますね。だからそういう意味ではこれを弁済できなければ僕は実刑あり得ると、ということでね、まあ、もう特にね、8月7日の裁判もこれも判決が出ます。大津もうやってることむちゃくちゃなんで、まあ、これも勝てると思います。これ勝つとある意味名誉毀損でさらに大津に対して告訴ができるということになってきますので、やっぱり大津が逮捕されて裁判で実刑になって刑務所に行くっていうのは多くの方が癒される行為だと思いますから、我々はそれに向けて、まあ、その後のちょっと代表権とかも、大津が逮捕されたからって代表権がなくなるとかでもないんで、まあ、その辺は法律の改正をちょっと進めていくということはしなきゃいけないなと思ってます。例えば逮捕されても立候補はできますけど、刑務所に行ったらもう立候補もできないし議員もできないんですよ。だから刑務所に行ったら党の代表者はできないみたいな法律は一本作るのは大事なことかなと思います。